もう一つ、今この選挙4人の候補者が出てますけども、その一人は去年12月に退場していただいた方なんですよ。私と戦った方なんです。それはまた出てきちゃってるんですね。こんな状況じゃ困るんですよ。やっぱりここは江島潔さんに力を発揮していただいて、跳ねのけていただかなければいけないと思うんですが、どうですか皆さん。私の残りの3年余りの期間、任期、ぜひとも江島候補に託していきたいと思います。そして7月の選挙には林芳正農林水産大臣、今日もお越しいただいておりますけども、この選挙につなげていくためにも大きな選挙です。ぜひともお力いただきますよう心よりお願いを申し上げまして、私からのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。江島潔さん、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ皆様拍手で送ってくださいませ。江島潔さんの候補の外旋カーが到着いたしました。はい、それでは続けてご挨拶いただきたいと思います。候補は皆様の方をご挨拶に参りますので、行かれましたらよろしくお願いいたします。続きまして農林水産大臣、参議院議員林芳正様よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。本当にたくさんの皆様がこうして徳山駅前埋め尽くしていただきました。この大事な大事な参議院の補選、これだけの多くの集団の皆様がこの徳山駅前に駆けつけていただいて、江島頑張れ、清志頑張れということで応援してあげる、こんなにありがたいことはございません。私からもまずは熱く御礼を申し上げたいと思います。今公明党の松屋先生、そして我が党の外交部会長岸信夫衆議院議員からも力強いご挨拶をいただいたところでございます。安倍内閣が12月26日に発足をして、もう4ヶ月にならんとしております。皆さんどうでしょうか。今日のお天気のようにこの3年間民主党政権でなんだかどんよりしてね、雲がずっとかかっていて雨がしとしと降って、どうもジメジメした雰囲気がだんだんとお日様が照ってきて、よしやっていこう、頑張っていけばまた日本は取り戻せるぞ、こういうふうな皆さんの雰囲気が少しずつ景気の良さにつながってきております。安倍政権が始まった時よりも日に日に支持率が、この政策を進めていこうという皆さんの声が強くなって、今までなかったことであります。三本の矢、アベノミクスという、これはもう日本だけではなくて世界で語られるようになったこの経済政策によって、一歩一歩今デフレから脱却をして、そして力強い日本の底力を取り戻す、この動きが始まっております。安倍総裁が総理になられる頃、衆議院選挙を通じて、そして総理になられて、黒田総裁を日本銀行に任命しよう、前の総裁が白川さんでしたから、白から黒へなっていう人もいるんですけどね、バタバタバタっとこのオセロが変わっていくように大きく変わってきました。今でもまだこれで本当にうまくいくんだろうか、副作用はどうだろうかということを言う人もいます。しかし皆さん、何もしないで議論ばかりしていて、何も決めないで
結局じーっとしていることが今の日本にとって一番のリスクなんであります。一歩踏み出して新しい政策をやってみよう。3年間できなかった大きな金融政策の転換をこの安倍政権成し遂げたわけであります。やってみたら株式市場も為替も反応をしました。今からが大事であります。この1本目の白から黒へ変わった金融政策、そして2本目は補正予算を、そして本予算をやっていく財政政策に次いで、最後の3本目、これが成長戦略であります。日本は今から10年、30年、50年どうやって稼いでいくのか、ますます競争が激化してますます人口が増えて、そして新しい人がどんどん市場に入ってくる、この世界経済の中でどうやって競争に打ち勝っていくのか、そのための成長戦略を6月の骨太方針に向けて一生懸命今作っておるところであります。私も安倍内閣で農林水産大臣を拝命いたしました。 TPP も難しい問題であります。日本の美しい棚田も守っていかなければなりません。それに合わせて農と食というのは大きな潜在力を持った成長産業にもなっていく。これを今推し進めるために一昨日発表された女性を活用していこう、高齢者を活用していこうという第一弾の成長政策に次いで、この農業を成長産業にしていく産業を今作っているところでございます。まさにこの安倍政権、今日お地元の高村先生副総裁でいらっしゃいます、サックの川村先生選挙の責任者の党四役の選挙委員長であります、岸さんも外交部会長、そして私も農林水産の責任者、まさに皆さん、第二次安倍政権は長州内閣なんです。そしてアベノミクスでこの日本を取り戻そうじゃないか、皆さんどうでしょうか。長州こそが今ここに立ってこの補選で勢いをつけて、安倍内閣もっともっとやってくれ、この勢いをつくかどうか、天下分け目の大決戦を日本中が注目しております。この周南の皆さんのお力によってこの長州の大決戦を江島清大勝利にあと1週間で導いていただきますことを、高い壇上からでございますがお願いいたしまして、私からのご挨拶にさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。7月には林先生の4期目に向けての本選挙もございますので、引き続き皆様の温かいご支援を賜りたいと存じます。林先生からお願いさせていただいて、ますますのご活躍をお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、自民党選挙対策委員長衆議院議員川村武雄様よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いたしました安倍総裁のもとで引き続いて選挙対策局長から選挙対策委員長になりました川村武雄でございます。どうやら安倍総裁ご付きのようでございます。これで長州ファイブが揃ったことになるわけでございます。皆さん方には江島清候補必勝のために覚悟を出すお集まりいただきました。本当にありがとうございます。これ逆行ですから、こう見ると2回3回の本からも皆さんたくさん立ってお話をお聞きいただいております。ありがとうございます。この勢いをこの勢いでこの補欠選挙を勝ち取って勝ち取って、それで
的な参議院選挙でねじれを直す、これが安倍総裁から私に命じられた最高の指示でございます。この前の総選挙、皆さんのおかげで勝たせていただいた。しかしこれで勝ったと思うなよと、参議院選挙で勝って初めて勝ったことになるんだ、引き締めて引き締めてここまで選挙戦をやってまいりました。どうやら選挙対策委員長としての役割